毎度おなじみルローの番組あずさクラブでございます。今日はここ JR 東京駅に来ています。いやいやいや、あずさんついに来ましたね。来たね。本日は超特別企画、東北新幹線はやぶさグランクラスで行く新幹線総合車両センター見学ツアースペシャルでございます。おお、よし、一旦カメラを止めるぞ。オッケー。はやとくん、どうしたのでございます？まだテンションが上がってない感じでございますが。なんで上田あずさの動画撮影やってるんだよ。あ、なによ。せっかくグランクラスに乗るんだし、記念に動画撮影してもらおうかなってあずさちゃんに頼んだんだけどね。ただ撮影してもつまんないじゃない。 JS の森田クラブを完コピしてみたって企画にすれば、鉄道ファンじゃない貫きたちも楽しめるでしょ。今日乗るのはグランクラスだぞ、つまらないわけないじゃないか。森田クラブの森さんは鉄道好きなのに、なんで鉄道に興味のない上田あずさがそのポジションなんだよ。はいはい、細かいことはいいの。まもなく20番線にはやぶさ13号仙台行きが17両編成で参ります。来る、俺たちの乗る E5 系はやぶさグランクラスが。東へ、初めてのグランクラス。グランクラスは軽食がついてるから駅弁は買う必要ないよ。ノー軽食、ノーグランクラスって言うでしょ。あ、意味わかんない。ハヤト君、先ほどよりテンションが下がっているようでございます。話は読めた。夢だったグランクラスに初めて乗るんだ。極度の緊張状態に陥ってるんだろう。緊張しすぎて口から心臓が飛び出そうだよ。グランクラスは俺の夢だった。でもその夢が叶ってしまったら俺が俺でなくなってしまいそうで怖いんだ。おー、来た来た、来ました。すごー、切り替え早。あいつであればのちほどお飲み物を伺いに参りますね。私頼みまくっちゃおーっと。ハヤトくん、初めてのグランクラスの乗り心地はいかがでございます？静かに。ここは最高の特別空間、グランクラスなんだ。その品格にふさわしい楽しみ方をしなきゃね。ドア閉まります。まずはグランクラスの代名詞ともいえるこのリクライニングだ。おお、これぞ快適さの最先端技術。後ろの人に声をかけないで思い切り座席を倒せるなんて涙ものの気配りだよな。まさにおもてなし。これこれ、存在そのものが隠れてるのに機能もデザインも異彩を放ってるダイニングテーブル。こんな机で毎日勉強できたら国語や算数の成績も大宮駅出発後下りのはやぶさの加速並みにぐんぐん上昇しちゃいますよ。あ、ありましたありました、 JR 東日本の新幹線車内サービス誌トランベール。時刻表が鉄道ファンのバイブルならトランベールは宝の地図だ。しかも自由に持ち帰れる、お宝のフリーダム、最高。お客様、お、何かお飲み物をお持ちしましょうか。結構です。かしこまりました。ご希望がございましたらお声をかけください。ありがとう。無料のドリンクサービスを断るか。確かに東北新幹線はトンネル内も全てが見どころ。ドリンク飲みすぎてトイレに行きたくなるなんてもったいないもんな。あのお客さん、グランクラス慣れしてる。
まさに通な客ってやつだ。何かお飲み物をお持ちしましょうか。ああ、じゃあアップルジュースで。かしこまりました。でもやっぱり頼んじゃうよな、飲み物。軽食をご用意いたしておりますが、和軽食と洋軽食どちらにいたしますか。あ、そうですね。それじゃ和の方で。かしこまりました。今一瞬考えたの嘘、昨日の夜の時点で和軽食を頼むって決めてたもんね。これこれ、グランクラス名物の軽食サービス、まさにノー軽食ノーグランクラス。知らずにお弁当を持ち込んだらショック受けちゃうよな。いただきます。まずは焼き魚かな。うまい。なんだこれ、銀ヒラス味噌漬け焼き。海の底にこんな美味しさが眠っていたとは。まさに美味しさの時速320キロ超えだ。ん？何？一人でニヤニヤして気持ち悪い。感動をかみしめているんだろう。一人席でつまんねえと思ったけど、全くもっていらぬ心配だったな。だな。